ハビエルオチョア・パラシオスは、スペインバスク地方のビスカヤ県、バラカルド出身の自転車競技選手。一般競技選手時代は、ケルメ・コスタブランカに所属していた。2001年の交通事故で障害を持ったが、2004年のアテネパラリンピック自転車競技では、金メダル1個と銀メダル1個、2008年の北京パラリンピックでも、 金メダル1個と銀メダル1個を獲得した。双子の弟のリカルドーチョアも自転車競技選手だった。1997年から2001年までの間、ケルメ・コスタ・ブランカに所属していた。2000年にはツール・ド・フランス2000に出場。第10ステージのオカタムの山岳ステージで区間優勝を果たし、総合成績では13位、山岳賞では コロンビアのサンティアゴ・ボテーロに次ぐ2位となった。2001年2月、双子の弟のリカルドーチョアと共に、マラガで、ブエルター・アンダルシアに向けて練習していたところ、後ろから来た車に二人とも跳ねられ、弟のリカルドは即死した。ハビエル自身も脳に強くダメージを負ったほか、全身を複雑骨折し、手術を行ったものの、渾水状態へと陥った。一時は、医師より、 生命維持装置を外すことも提案されたが家族は回復を信じて治療を続け60日以上の昏睡状態を経てついには意識が戻った脳への障害からツールドフランスでの区間優勝や事故の記憶などは失っており片側の肺の損傷などもあったが懸命なリハビリを続け2004年にはアテネパラリンピックへと出場することになるそのアテネでは ロードレースタイムトライアル LCP3 では金メダルを獲得追い抜きにおいても予選で世界記録を樹立したものの決勝でイギリスのダレン・ケニーがその記録を塗り替え銀メダルに終わった2008年の北京パラリンピックではタイムトライアル CP3 で金メダルロードレース LC では再びダレン・ケニーにつく銀メダルを獲得した 個人の追い抜きでは彼を追い越したダレン・ケニーのすぐ、後ろに近づきすぎたとして、失格扱いになった。これに対して、ダレン・ケニーは、決勝で、オチョアと競い合いたかったのに残念だと述べている。2018年8月24日に死去した。43歳。ありがとうございます。